ぱり季節によって変わるので、今はグルッコラとレタスとセロリ、あとイチゴが取れた時はちょっと当たりな日でイチゴを添えたりとかもしますが、大体そのサラダ材料が今は取れるので、それをベースにしています。このぐらいで十分なんですよね。これからのキュウリとかトマトとかナスとかいろいろできてくるので、枝豆とかね、そういうのも朝食に出せるようになるといいなと思います。レタスとあとセロリはちょっと食べやすいように刻みました。卵と野菜はだいたい私いつも同じ味で、その下まで全部うちの、見渡す限りはうちの、あそこのロープまでですね。夏になるとこの木にすごい樹液が出るんです。で、カブトムシとかクワガタとかカナブンとかがすごい寄ってくる、子供たちにとって特別な木なので、朝起きるともうまずここに来てこの木をこう見上げるっていうのが夏になると始まります。ドライになった豆なんですけど、これも外の森の中で子供が拾ってきたもので、よく見るとオレンジ色のすごい細かい粘菌がくっついていて、すごく綺麗って言って拾ってきたものなんですね。不思議な、魅力というか、こういうところからジュエリーの大きなインスピレーションになっていたりします。この2品は、岩塩をベースにあえていて、ちょっとこうミネラル分が含まれているので、奥行きのある塩だけの味付けとかでも奥行きのある味になったりですとか、同じくミネラル分は結構たっぷりなんですけど、こっちの方がコクがあるかなと個人的には思っています。ちょっとこう香りが普通のお砂糖と違うので、こういうマリネとか作る時に重宝しています。できることとやりたいことにやっぱり時間を思い切ってかけて、できないことは諦めちゃおうみたいな、自分の暮らしを豊かにしていくために、大事なことなんじゃないかなっていうふうに、年々思うようになってきたっていうのが結構大きくって、正直家事は、お料理以外は好きでは
ないですし、まあ、上手でもないかなと自分で思っているので、時間をこう苦手なことに費やしたりしすぎないように、あのスムーズに動けるような動線を考えて、作っていただきました。こうやって入れるじゃないですか。でちょっと音が結構するんですけど、水を流しながら砕かれて、洗濯機と乾燥機は横並びになってこっちに入れて、洗ったらすぐこっちに入れれるような、流れを作って、基本的に干したりしなくても全て洗濯して乾燥して、終わったら上に置くっていう流れで、本当に歩いたりとかしなくてもこの三角形で済むような動線に、していただきました。石本来が持つ表情みたいなのをそのままこう写し取ったような取っ手を作ってみようかなと思って、つまみに良さそうなものをいくつか抜粋して、でそれに足を作って、このぐらいだとつまみやすいかなとか、ちょっとこうイメージをしながら最終的に仕上げたものを型取りをして、鋳造をして、まあ、金属に置き換えて実際の真鍮の取っ手を作りました。こういうの欲しいんだけど売ってないっていうことも多いので、イメージをそのまま形にできるっていうのも楽しみでもありますし、作ってみようかとか、なんかそういう選択肢も私たちにはあって、職業柄ジュエリーから何を今日身につけようかなっていうのを考えて、その後洋服を選ぶっていう順番になるんですね。ジュエリーがちょっと見えにくくなるような装飾のないものとか、なんかそういう風な視点でやっぱり選んだり買っていくことが多いので、必然的にちょっとこうシンプルな装いになったりすることが多いです。